小山翔太郎大正5年に1月7日は、明治時代の日本の武士、洋画家。実作者としてよりも教育者として名高い、小山前元の長男であり、小山間沖縄の叔父にあたる、越後国長岡藩、藩院の総領。明治2年家督相続をして、長岡藩士として出資。廃藩後に、地元の長岡絵学校で学ぶ。 明治4年政治家を志して上京するが、翌年、川上東外のが塾、長江読み画館に入り、間もなく、塾刀になる。同6年、陸軍兵学寮に入り、翌年陸軍士官学校図が教授係となって、陸軍省に招聘されていた、フランス人教官アベルゲリノーから、水彩画法などを学んだ。同9年、広武美術学校開校と同時に入学。 イタリア人教官、アントニオ・フォンタネージの指導を受ける。翌年、文科生の中で最も優秀な成績を収め、その女子となる。同11年11月、フォンタネージの公認となったプロスペーロ・フェルティの指導法に疑問を抱き、仲間と共に連米大学を指導し、結構、浅井ただしら連米大学者と11回を結成する。一方、 高山は明治12年東京市販学校図画教員となり、以後17年図画調査委員、20年図画教科書、編纂委員になるなど図画教育の普及に尽力する。東洋学芸雑誌1882年5月号に書は美術ならずを発表、岡倉天心が同8月号から12月号に書は美術ならずを読むを発表し反論した。 明治17年図が、取り調べ係で、普通教育の科目に、毛筆画と鉛筆画のどちらを採用するかをめぐり、鉛筆画を主張、毛筆画派のフェノロさらに敗れ、23年、岡倉角蔵らの洋画排斥論に反対し、東京高等師範学校を解任される。明治22年明治美術会の創設に参画するも、26年、黒田清照が帰国し、 白馬会を結成すると、小山ら明治美術会の画家は、旧派と呼ばれ高等美術教育の傍流に追いやられ、東京高等師範学校などの初等中等教育の場で活動する。明治33年、パリ万博の出品監査委員となり、文部省より図が教育取り調べの命を受けて等、その帰りに、ロンドンで偶然、夏目漱石と同じ下宿に滞在している。 明治40年、文展が開催されると、その審査員を務めた。小山の大きな功績として、明治20年に11回から発展解消した、画塾、不動者を主催し、後進の育成に努めたことが挙げられる。講師には、美術講義の竜玄吉、構図法の本田金吉郎、技術指導の小山と、浅井忠、その他、松井昇らを要し、 工部美術学校の洋画部が廃止され、洋画を学ぶ機会を失いかけていた画学生に歓迎された。熟生も最盛期には300人を数え、中村不施設、三谷国志郎、かのこぎ武志郎、青木しなどを廃出する。高山は個々の資質に合わせた指導方法をとり、自らの作品から弟子たちが影響を受けないようにするため、 自筆の油彩画を見せることは、ほとんどなかったという。不動者の名は、塾の近所本郷区、団子坂界隈の不動坂に由来するとも言われるが、むしろ弟子たちの個性を尊重した小山の指導理念を示したものだと言われる。小山は後進の育成に力を注いだため、現存する油彩画は少ないが、鉛筆による風景写生図は多く残されている。これらは、 不動者の門弟たちの多くが改装している小山の口癖。諸君は三本も四本も無駄な線を引くが、よく決心して、単打一本断然やるべしの言葉通り、線による対象物の正確な描写を重視し、線を洗練させていく小山の姿勢を雄弁に物語っている。画風はフォンタネージの伝えたバルビゾン派の影響が残り、 自作に関石に由来する難解な画題をつけるのを好んだという。小山の作品を知る機会がなく、実作品に接する機会も少なかったという、門弟たちの階層から、小山の洋画家としての力量を疑問視する者も,もあったが、現存する剣道で精緻な画風を見れば、的外れと言えよう。弟が二人おり、いずれも職業軍人となった。 新清寺ちなみに、小山家の英体の墓地はかつて、長岡市の栄領事であった。仙台の桜塾諸見両活紅葉村店。ありがとうございます。